ただいまより広島チャプター第4戦スミスカップを開催します。発表します。第1フライト青、スタートが6時45分スタート、13時帰着。第2最初のポイント到着です。ここ下流域のバンドですね。奥にインレットがあってレイダウンが絡んでます。ネストもできるようなポイントで、アフターの魚がフラフラしてるのをプラン的に釣れてるんで、ここからスタートしてみたいと思います。ルアーはドライブクローラー9インチのノーシンカーワッキーです。よっしゃ、乗った。大きい、でかい、でかい。え、サイズや。おっしゃー。1本目取れました。Thank you.
あ、抜けた。これもでかい。こすって出るんですもん。持ってっとんですよ。やばい、これも。なんか、外出します。はい。まあ、でも、あと全部僕の、はい。ここは外掛かりみたいなので、ね、かかってます。やばい。はいはいはい。マジで。はい。
やばい。あれね、一番ええのは。あ、これも、これも無理かもしれん。あれ狙って、なかなか。一本が、2096。ここの、ウラスチューの薄いところに、アパンが出てるのが、ウロクのノーズが、バスの口から、ハイぐらいが出てるぐらい。1096パス。あれが大体一番ええ。1542。はい、じゃあただいまより、広島チャプター第4戦スミスカップの表彰式を行います。第3位です。一気に2キロを超えて3キロでいきます。3638g 2本です。大江選手初表彰台です。ありがとうございます。今年から参戦で早速3位です。はい、じゃあ次2位ですね。準優勝です。準優勝はもうここからは僅差です。大江さんが 3638g なんですが、2位は 3762g、 およそ 100g 差です。3本。